やっぱ殴り系多いっすね、さすがに。これさ、焦点にシェムキリ見ると、マジで、祭りとかミューズ、来るよな。ここからだぞ。いや、マジかよ。これはまずいっすわ。取ります。殴り多いなら金馬とかシェム、ああそれはありっすね。シェム蹴りではないと交換かな。アルカード、ちょっとアルカード抜くか。初手に使えればいいんすけど。まあそうっすね、罠置いとくか。サバさん、ゼウスじいちゃんもあり。まあでも入れるとマデッキにしかマッチングしなくなるんで、それできないんですよね。マジでマデッキしか来なくなるんで。さあ問題はこの盤面だな。まあここ行くしかねえか。で何がしかで罠解除して、何がしかで罠解除してく。おランタイナイス。アルカード激邪魔アルカード激邪魔なんですけど、思ったよりも邪魔してんな。ちょっとこっからアルカード抱えながら行くのはきついんで、ここで打ちますか。謎のアルカード打ち。まあでもこれぐらいでも2000ぐらいダメージ与えられるのいいな。今多分 HP60% ぐらいですけど、なんだかんだ2000ぐらい特殊ダメージ与えてますね。荒く飛んでくる。エアナイス。どう考えてもバフつなげたらダメなんで、ここ行きますか。でこれ3枚返しエア飛ぶんで、なんかデバフとかなければ。ちょっと火力が終わってんだけど、それは犯罪でしょ。よいしょ、飛ばしていく。1枚返しで1万近くいくのは終わってんな、マジで。